それは長い長い滑り台だった。あまりにも長くて先が見えないのだった。怖くて滑れないでしょ。心ないお嬢様がネズミをからかう。頑張れ。心はあるが勇気のないネズミが一体怖いもんか。勇気のあるネズミも一体じゃあ滑るよ。面白いように滑り落ちていく。楽しいね。どんどん勢いがついてくる。これすごいや。容赦なく風がネズミを吹き飛ばそうとする。ビュン。そのうちお尻から茶色い毛が抜けてきた。まだ終点は見えてこない。止めて、誰か止めて。ネズミはとうとう泣き出してしまった。というわけで茶色い毛がネズミの滑った後に残った。それでもまだ終点は見えてこない。どこまでも滑り落ち続ける滑り台。もうネズミは鳴かなくなった。というか鳴き声さえ聞こえなくなった。動くこともなくなった。というか姿形さえも見えなくなった。怖いなこれ。